日本埼玉県埼玉市桜区、西堀西堀は、埼玉県埼玉市桜区の町名。現行行政地名は、西堀1丁目から西堀10丁目、および大技西堀。頂点は住居表示実施済み。郵便番号は338-0832。埼玉市の南西部、桜区東南部の中石平野に位置している。町域の北方には南本宿、町屋、 中央区鈴屋、南方には田島、南区関、西方には新大宮やバイパスを挟み、桜田、東方には四手袋がそれぞれ接している。地区は全体的には市街化区域であるが、大鳥沼川流域が市街化調整区域である。JR 埼京線中浦和駅からも近く宅地化が進んでいる。荒川河川時期の秋ヶ瀬公園などに、 飛び地の大技に絞りが残る。大鳥沼川が境界になっている岡高沼用水路などが流れる。愛野屋排水路は旧入間川の流路の名残である。住宅地の地下は2019年1月1日の工事地下によれば、西堀2から6から6の地点で22万3000円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵区に足立郡よの量に属する。 西堀村であった。村高は、田園坊では677国、原独豪町では、新田開発により増加し848国余り、天保豪町では883国余りで、持ち天新田の西堀村日田では140国余り。スケ号は、中仙道浦和塾に出役していた。活性期の世帯数は106件で、村の規模は、 東西十町南北十五町であった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 最強線中浦和駅が市近にあり、ホームの北端が地区内にかかる。また、南夜野駅も徒歩圏内にある。 田島が原桜掃寺聖地の石踏みかつて地区内にあった古墳時代後期の日向古墳は現在は中島にある。ありがとうございます。